G7 サミットで東京オリンピック・パラリンピックの開催に支持を得たことについて、組織委員会の橋本会長は大変心強い思いとコメントしました。13日イギリスで開催された G7 サミットで菅総理大臣は東京大会の開催に向けた決意を表明し、参加国から賛同を得ました。これを受けて橋本会長は、開催に支持が表明され大変心強い思いですとコメントを発表しました。開会式まで残り39日となり、準備は最終段階に入っているとして、大会の成功に向けて決意を新たに献身してまいりますと述べています。また東京都の小池知事も、大会開催への支持は日本、東京の取り組みに対し評価いただいたものとした上で、大会準備の総仕上げを着実に行っていく決意を示しました。